日曜日か。寒い。今日はななみのお誕生日です。さっきツイートしたんだけど、お祝いツイートさせていただいたんですけど、なんか最近めっちゃお仕事ななみと一緒になる、なんかもうほぼななみと一緒にいる。そうそうなんですよ、ななみと一緒だな。おしゃべり会もまあ、あの半分半分だけどななみとは一緒だったし、公演も遥か村村民会議でななみと一緒なんですけど、なんかちっちゃいもんクラブの公演と山ここの公演が結構そのセットがすごい、もうめっちゃ何回もあって、で結局私は今やらせていただいてる公演はちっちゃいもんと遥か村なんですけど、2つとも結局ねすごいななみとめっちゃ合うんだよね。そう、あそうそう、 NST 祭りもあったりとかもしたし、この前のとちおんがセブンもそうだし、そうすごいねめっちゃななみと合うな。まだねまだこれからのお仕事もななみと一緒のお仕事すごい多いね。そう、あそうだね、村上も一緒にななみと一緒にいたし、確かにそう7枚目のシングルでもそうだよね。うーん、何この人怖っ。よいしょ、こんばんは。ななみちゃんとの仲は深まった。ななみちゃんとの仲は昔から別に仲いいです。くしゃみ出そう。出た。あでもそうかも、そうだよね、一緒にいるイメージないかも。なんていうの、ない、一緒にいるんだけどなんかあんまりそれをそんな外にあんまり出してないかもしれない。でもめっちゃ全体とかで集まってる時とかめっちゃななみから来てくれる。でもななみはなんかいろんな人のところ遊びに行くんです。すごい鼻水出そう。そうななみはめっちゃいろんなところ転々としてる。はるかとか、待って鼻水出そう、待って一回鼻かんできてもいいですかすいません一回鼻かん、ちょっと鼻かんだ感が強い顔になっちゃったはい、そうです。どこまで話したんだっけ。そうなんか鼻かいなんかそう、ななみはでもレッスンの時とかもすっごいニヤニヤしながら「はる」って言いながら来てくれるんですけど、でも結構思ってたよりもすぐに違う場所に行っちゃう。違う場所に行くとしたら結構日向さんのところ行ってるイメージ、それか青とかも。
も先輩と行くところはすごいいいな、羨ましいところです。私は先輩のところには自分からは行けないので羨ましいなって思います。マリナさんとも確かに交流を深めてらっしゃる。ヘルルも積極的に、そうですね。わかる。でもね、本当なんていうの、あ、こういう人のことを人は好む、好き、好印象なんだろうなっていうような人です。すごく。なんか気も使えるし、程よく何テンポがいいし、謙虚で面白いし、真面目だし、そう、なんか根がますごく真面目で面白い人ってすごいめっちゃいろんな人から信頼とかを置かれるし、好印象を受けるじゃないですか。うん、本当にそんな感じです。私ですか？私はなんかふわっと生きてる人だから、私はなんかふわっとしてるから信頼はされてませんね。信頼は置かれないし、まあ別に。でもなんか最近こう思ったのは、この前のゆかさんの卒業コンサートもそうだけど、こう卒業を迎えるメンバーがこうどんどん旅立っていくときに、ファンの人とか他のメンバーがすごく寂しそうな顔をしてると、なんかいなくならないでほしいってことは、その人に頼ってた部分があるってことじゃないですか。頼ってたっていうか、その人が自分の中で大きなものだったから、それがなくなっちゃうのが不安だから涙が出てきたりするんじゃないかなって思って、私もそういう風に卒業する時になったら、周りのメンバーとかファンの方とかグループとして、グループにこう惜しまれるような人になりたいなと、特にはこの前のゆかさんの卒業コンサートの時からは、なんかなんていうのかな、自分もすごくゆかさんがいない NGT ってっていう気持ちもあるし、ゆかさんに助けていただいたりとか、なんか初期の頃からのなんか思い出とかがどんどん蘇ってくるたび、なんかグッていう気持ちになるし、私も自分自身もそうだったし、周りのメンバーもそういうような同じような感情を持っていたと思う。それそういう顔してたから、なんか本当にゆかさんはみんなにとって大きな存在だったよなって思うと、なんか私はまだ正直今はなんだろう、
なんかそんなに社交的じゃないから、ちゃんと社交的になろう、なろうと思って。そうなんだよね、社交的になろうと思ったっていうかなっていうの、なんかなんだろう、そんなに人と人との関係に深入りしすぎたら良くないかなっていう考えが働いてしまって、なんか別にすごい仲いいんだけど、なんかそう、仲良くなりすぎると私多分なんか都合よく使われがちな人間だから、なんか昔から結構言われるんですよね、はるかならいいって言ってくれると思ってみたいな、ですごいえっていうお願いされたりとかしがちだから、その経験を踏まえてなんか小中高で私も3段階目なわけじゃないですか今、だからなんかそのせいでこう内気な性格になりつつあるのかなっていうところもあるんですよね。でもなんか普通だったらこんなお願いは多分しないよね、普通の人にはしないよねって。でもそれでも、ああ、まあ、いいよ、みたいなそう、なんか、なんていうのかな、あの、別に悲しい話じゃないんですけど、そんなね、なんハート、ありがとうございます。でもなんか私すごいめっちゃ間違えるから、なんかこうでしょっていう言い方じゃなくって、こうじゃないんだっけみたいな言い方をするから、そういう風にするようにしてるんですよ。なんか根が、自分の根が、ね、根っこの部分がなんか変、ちょっとずれてるから、こうじゃなかったっけ、こうでしょっていう言い方があんまりしっくりこなくって、自分にはそうすると結構全てがそうなっていく感じなんですよね。なんか別に言い方はどっちでもいいと思う、こうでしょっていう言い方もそうだし、こうじゃなかったっけっていう言い方もまあどっちでもいいと思うんですけど、私はなんか勝手にそこはこだわっていて、で後からこうでしょって言って強気で言ってたのに間違ってたら恥ずかしいじゃないですか。そう、でもそれがなんかもうちょっとなんていうの、私は私っていう感じの芯を持ってるぞっていう感じにならないと、なんか昔からなんだろう、私はこう思うよっていう言い方をすることの方がいいと思ってて、勝手に。でもなんか最近そうじゃない気もして、なんていうのかな、意見言うときはこうこうこういうふうに、私はそう思いますって、こうこうこうじゃない、こうこうこうだと思いますみたいな、こうこうこうですじゃなくて、すごい自分はこう、もう個人的な、あくまでも個人的な意見ではこういう風に思っているんですよみたいなところ
でもそれよりも言い切った方が説得力があるだろうし、って思ったりもするんです。そう、私は何の話をしてたんだっけあ、ななみんお誕生日おめでとう。そこだ。でもそう、ななみは本当になんかめっちゃいい人、なんかもうね、なんて言えばいいのかな、なんか私あんまりこう、あ、この人めっちゃいい人だみたいな、なんていうのかな、あ、ななみはそう、そう、さっきの話で言うとめっちゃわかりやすいのは、ななみはそういう、なんていうの、春なら許してくれると思ってって感じで、えっていうお願いは絶対にしない系の人、そういう部類の、部類っていうか、なんていうのかな、難しい、ちょっと言い方がちょっと変になっちゃったんですけど、例えばそういう感じ。そう、眠いのか、眠いです。なんかもう自分がさっきから何を話してるのかよくわからない。あ、でもななみは人のことめっちゃ信じるって言ってた。そうだ、なんかね言ってた。え、なんかさ、この前のさ、あの取材していただいた記事あったじゃないですか、マリナさんとはるかが。あれの時にマリナさんがなんか7枚目シングルの MV 撮った話してたの知ってますか。私それなんかみんな知らないもんだと思ってて、ファンの人たち。そうそう、エンタメネクストさん、くまさんありがとうございます。ありがくまさんです。ハートありがとうございます。知ってたんですね。そうなんですよ、もうコンサート期間で MV 撮影をしてて、もう本当にもうなんかもう頭というものから飛び出してくる、ネジとかが、部品が飛び出してくるとはこういうことかっていうくらい、もうそのくらいの気持ちになりましたそう、しかもあの時はまだ7枚目シングルの発表はされてなかったから、なんか今日はなんとか、なんかファンの人にも言えないじゃないですか、今日はこれやりますみたいな。そう、そこ共有できないのも結構辛いところだった。そう、でも結構ね大変だったんです。ななみもそうだし、あのとちおんがのメンバー4人はその後もコンサート終わって翌日あの配信イベントであったじゃないですか。でその次の日から5日間とちおんが撮ってたから、結構ね大変だったんですよ。そう、でもそのコンサートの期間、コンサートのなんかリハとかレッスンをやってる期間もそれぞれお仕事があったりもするしてたから、ラーメン部とかはね、ななみたちもラーメン部の収録に行ってたりもしてただろうし、あのココのね、もうおしゃべり会とかもどんどんと入っていたりとかもしてましたし、
あと歌唱力もだ、そうだ歌唱力もやってたな。ちょっともう一回花見あ、こんにちは、すいません。そうなんですよ、すいませんね、めっちゃ半目で止まってたらしいんですけど、ごめんなさい、すいません。何？あ、田辺先生がいらっしゃる。この前コンサートで初めましてさせていただいたんです。すごい、なんかたまにツイッターで流れてくるんですよね、田辺先生がメンバーのショールームに現れてるところが。すごい、すごい方いるみたいな思ってた。でもすごい DD なんでしょ、噂によると。 2g って軽く吹き飛ぶってことですかね。なんか違う、なんかもう DD なことによって有名になる方ってなかなか、なんかただの DD ではないみたいな、すごいファンの人からめっちゃ噂も聞きます。あ、そうだ、妖怪を描いてくださってありがとうございました。え、なんか朝起きてからツイッター開いたらなんかめっちゃ妖怪流れてきてびっくりした。私は妖怪お花畑ですか？なんかそうだよね、それこそそれもななみとなんか二人隣だったよね。妖怪お花畑と妖怪滑りチラシみたいな的確すぎて本当にごめんありがとうございます、すごいめっちゃ嬉しかったんですお花畑おは、あ、そう、でもちょっと一ついいですか、あの書いていただけてめっちゃ嬉しかったんですけど、ハルハナのあのなんか紙とかないかな、ハルハナのハルハナの正しい書き方があって、なんかあのすいません指導入ったって言う、あ、ちょっと見えない、これが正しいハルハナで、あのここのこの葉っぱが豚の花なんですよ。そう、こここれが結構大事なポイントで、ちょっとここがしなってるところとかもすいません、うるさくて。でもめっちゃ書いて続けて本当に嬉しかったんです。それも花でも葉っぱでもないの違う違う、これは春花だから。え、見てこの紙、何の紙だろうと思ったらなんかメモ書いてあった、オーサム何かセカオ最小 0.75 チカナとフリって書いてある。コンサートのメモかな、懐かしいな、すごい。これはそうなんです、豚鼻なんです、あの春香村の動物に豚がいるので。
そう。こんばんは、こんばんは。ちょいちょいホラーなんだよな。え？どこがですか？どこがですか？え？え？なんか違う違う。でも本当にお言葉すぎて申し訳ないんですけど、お言葉なんですけど、なんかこんなにも DD なんかもうなんて言うんですかね、もう肩書きが DD みたいな方初めてお会いして、私あのそうなんですなんかまあファンの方でもさ、なんかすごいこうなんかファンの方同士でなんか DD ですよね、いやいや僕は違いますよみたいな言い合いをしさ、なんか面白おかしくされてる方はたくさんいるけど、なんか田辺先生は本当に DD なんですね。なんかすごい、そう、でもなんかあれだったんです、そのすごいラーメン部めっちゃ好きじゃないですか。すごいラーメン部好きなのと、あとめっちゃユナコのことめっちゃ好きですよね。でリカさんとも普通に仲いいし、なんか多分私に興味なさそうって思ってたから、なんかちゃんと春花とか豚とかプリンとか、今日ねあの妖怪書いていただいたやつめっちゃなんかすごい嬉しかった。違う違う、すごいだからツイッターでめっちゃ流れてくるんですよ。すごいツイッターでめっちゃなんかファンの人もそのイラストを描いてもらったメンバーもあの田辺先生の絵を描いていただいた、やったーって反応して、そのメンバーのファンの皆さんもああよかったねーってなんかこう一山盛り上がるじゃないですか。すごくそのたんびにめっちゃツイッター流れてくるから、あなんかまたこのニグラム先生はお仕事をなされているんだなって思ってましたね。そうですよね、なんかめっちゃしかもすごいですよね、なんかイラスト漫画っていうか、なんか絵を描かれる方にすごい、私めっちゃなんか最近あの人の職業について聞くのが好きなんですけど、なんか真っ白な紙の上でどうやってそんな描くんですか本当に素朴な疑問、なんか何もないのにどうして、頭でイメージしてるんですかね、頭でイメージしたものを描いてるのか、なんか描きながら一本線を描くことによってなんか次どこの線を描くとか、どこにの点を描くとかをがだん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 こうイメージがなんか輪郭なんていうの、いやめっちゃ素朴な疑問、本当にそうちょっとすいません、なんかめっちゃ最近だからファンの方にもおしゃべり会ですごい
職業について話しちゃう。推しのことを考えていたら気づいたら書いて鳥肌なるほど、そういうことなんですね。大変ですね。ほんすごい、そういうことなんですね。すごい、なんかもう、いやいや引いてない引いてない、いやすごいすごいと思って、なんかすごいすごいとしか言いようがない。違うじゃないですか。なんかもうこの前初めてお会いさせていただいたんですよ。そしたらなんかラーメン部のみんなも結構あれだけ田辺先生と絡んでるけど、初めて生でお会いしたの初めてで、私もあのリモートでお会いとさせていただいたりとかはしてたんですけど、あの初めて生で見させていただいて、あ本物だってなる感じでしたね。本物だって感じでした。あ、50分になった、ありがとう。イヤホン取りますね。よいしょ。てて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 。これが本物の DD か。そう、なんか。でも。なんかツイッターとかでなんかよりも結構真面目に生きてらっしゃりそうな感じだった。いや真面目なんだろうけど、なんていうのかなあのバカにしてる意味は本当に全くなくって、めっちゃ真面目に生きてらっしゃりそうだなってイメージよりも。よいしょ。今日は歌っていきたいと思います。くしゃみ出そう。出なかった。いきまーす。あ、もう何分、今52分だ。やべ。ローラーリレリローラーローラーリレリローラーローラーリレリローラー。久しぶりだよね、お元気ですか。ようやく会えて本当よかった。やっぱ人間直接顔見て見つめ合う。
風が夢中でエンドレス楽しくやろうぜ。おうさんになって、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 愛し合ってるか見せつけてやろうか。本当の自分さらけ出せべべ。おうさんになって、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 盛り上がってるかやばいくない。あいつもこいつもハッピーでルール無用。ということで、なんかめっちゃカクカクする。みんなのところカクカクしてないですか？それでは最後に常連の復習をしていきたいと思います。いきます。はるか村常連復習いくぞ。おー、村から出ない、村から出ない、村で過ごす、村で過ごす、村で村の外の告知をしない、村で村の外の告知をしない、はるかに集中、はるかに集中、村から出ないというより出れない、村から出ないというより出れない、見えるのははるるんだけ、見えるのははるるんだけ、村でエンジョイ、村でエンジョイ、はるるんは優しい、はるるんは優しい、はるるんをそれはそれは熱く押す、はるるんをそれはそれは熱く押す。はい、ありがとうございます。はい、続いてじゃーん、新潟アルビレックス BB 応援条例副賞いくぞ。おー、アルビ BB を応援するときだけは村から出ても良い、アルビ BB を応援するときだけは村から出ても良い、バスケットライブを見て村で過ごす、バスケットライブを見て村で過ごす、村でアルビ BB の告知はギリ許す、村でアルビ BB の告知はギリ許す、試合中はアルビ BB の応援に集中、試合中はアルビ BB の応援に集中、アルビ BB ブースターをやめないというよりやめられない、アルビ BB ブースターをやめないというよりやめられない、それでもやっぱり見えるのはハルルンだけ、それでもやっぱり見えるのはハルルンだけ、ホームゲームの日はあおれ長岡でエンジョイ、ホームゲームの日はあおれ長岡でエンジョイ、アルビ BB も押すことを許したハルルンは優しい、アルビ BB も押すことを許したハルルンは優しい、ハルルンと一緒にアルビ BB をそれはそれは熱く押す、ハルルンと一緒にアルビ BB をそれはそれは熱く押す。はい、ありがとうございます。ちょっと早口になったんですけど、じゃあ壇上の方も早口で呼んじゃいますね。いきます。13位マハさん、12位サカケンさん、11位トシヤさん、10位サルミヤキさん、9位ピョンピョコピョンさん、8位タダッチさん、7位オショウさん、6位ユウトさん、5位ブンセイさん、4位イカチさん、3位ゼータンさん、2位コテーツさん、1位グッチさんです。ということで今日も皆さんありがとうございました。田辺先生もありがとうございました。それではツイッター、インスタグラム、755フォトログ、モバイルメール、公式 LINE、 ショールーム、ぜひフォローもよろしくお願いします。明日はゆかさんの卒業公演があります。張り切って頑張っていきたいと思います。ののみお誕生日おめでとう。それでは皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。